どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらキネマからね、新しいアイテムが出ましたので動画の方作らせていただいております。月に2回ほどやらせていただいておりますので、興味ない方はブラザーバックになっちゃうと思うんですけど、気になる方はね、よかったら最後まで見ていただければというふうに思います。秋冬のアイテム結構大詰めになってきました。もう残るとこ数点くらいしかないんですけども、今回ねこのチェックのセットアップご紹介していきたいと思います。去年もねこうオムレチェックでセットアップ、パジャマのセットアップ作ってるんですけども、今年もこのチェックで作らせていただきました。まあカラーも異色展開ですし、去年とはねシルエットとかパターンがまたちょっと違ったりとかするので、生地感も全く違うんですけどね。去年のやつ気に入ってて今年も買おうって人もいるかもしれないんでね、よかったら見ていってくださいっていう感じで、今回もねこれ受注生産になってまして、受注の期間は本日の動画の公開から11月27日の日曜日の24時までになりますので、ご注意ください。一応あとね結構な数あるんですけども、生産可能の上限もねこれまたありますので、前回オムレチェックシャツみたいなやつやった時秒殺されちゃったとかもありましたので、物によって僕も全然わからないので、一応アナウンスだけさせていただきますっていう感じでね、僕がやってるねアイテムなのでね、ちょっとこっぱずかしいのでサクサクとご紹介していきたいと思います。まずこのね両方こんな感じなんですけど、別々での販売なんですけども、セットで着用できるようなそんなアイテムになってまして、商品名がねこちらのシャツの方がチェックパジャマシャツで、こっちの方がねチェックパジャマパンツっていう感じで、そのままの名前にしております。でサイズの展開なんですけど、 M サイズ L サイズの2サイズ展開になってまして、今回ねサンプルで作ったやつが、まあ、僕サイズで作ってるので、こっちのシャツの方が L サイズ、パンツの方が M サイズになってます。ただ今回のやつは去年のねやつと比べてかなり大きめになっておりますので、僕でもね全然 M でも、まあ、ちょっとゆとりがあるくらいのサイズになってます。でパンツに関してもね M なんだけど、結構レングスもね長かったりとかするので、まあダボっと履くようなそんなスタイルになってますね。で素材に関しましてはコットン 100% になってまして、今回の生地はね主にコットンの産地で有名な兵庫県西脇市で織られた播州織の生地を使用しております。近年の中国をはじめとした海外生産のね流れで、国内生産の消費量はみるみる減ってっているんですけども、まあその中ね糸の染め織り仕上げまで全て一貫して西脇市で行っているような、そんな生地になってます。古い紡績機で引いた糸を使用し、甘く織り上げていき、仕上げに生地の状態で洗いを入れているので、こう自然なムラ感だったりとか、あとは柔らかさがあるね、なんかまあ言うなればヴィンテージライクな、そんな生地になってます。このアイテムの特徴のところなんですけども、まあ、前回のねオンブレセットアップは綺麗めなシルエットで、パンツなんかに関してもねこうなんていうのがレングスぴったりくらいなので、女の子とかが履くとウエストで履いちゃうとねちょっとすんたらずになっちゃったとかもあるんですけども、今回は上下ともワイドシルエット、少しオーバー気味にねやぼった印象でのセットアップにしてみました。シャツは以前ねこうキネマで作ったオーバーサイズ気味のねレイオンシャツみたいのがあるんですけども、それをベースにしつつもポケットの細部のデザインをオンブレ生地に合うように調整し直しておりますので、もう完全にオリジナルになってます。パンツに関してはね膝周りだったりとか裾周りをワイドに作り上げつつ、シャツとのバランスをとっているので、まあ、レングスも長めですし、あとはワークパンツにあるようなその膝下がストーンと落ちるようなそんなシルエットに狙ってみました。生地感もね相まってそれぞれ上下別々にコーディネートなんかもすれば、外着としてもねかなり使いやすいアイテムになってると思うので、まあ、セットアップで着用したとねかなりパジャマ感は強いアイテムなんですけど、別々に着用するとめちゃくちゃ使いやすいと思います。それぞれ着用してみたいと思います。まずは、ね、シャツの方から着てみたいと思います。はい、着用してみました。これがねシャツの方ですね。で中にねさっき今まで着てたねもうほぼほぼスウェットみたいなねワッフル地のアイテムを着用してるんですけど、これもかなりゆったりしてるんですけど、それを中に挟んでもねこんな感じになります。特徴としてはねこのボックスシルエットのところがねしっかりとワイド目に作られていますので、中にゆったりとしたスウェットなんかも羽織ってもね僕の着用感だと L サイズも全然問題ないですし、あと他の動画とかあと冒頭のね動画なんかだと中に T シャツで着用してると思うんですけども、それでもね生地がしっかりとしてますので、変にこうなんていうのヒラヒラしすぎずに着用できるというか、このなんかやれ感みたいのがねとてもいいような生地になってます。前を締めるとこんな感じなんで、ちょっとルーズなパンツとかワイドパンツワークパンツなんか合わせてあげてもいいですし、コートとかのインナーでねこの襟の部分まあちょっとね開けてね、ちゃんと上までボタンはあるんですけど、オープンカラー気味にも着用できるので、まあそんなところも面白いです。ただね細かいディティールのところなんですけど、こういったねポケットのところにパイピングが入ってたりとか、まあ少しねパジャマ要素というかパジャマ感が出るような、僕がよく言うのは眠たさが欲しいってよく言うんですけど、まあ眠たさをねこういったところで足してみました。はい、まあ、こんな感じでね中にスウェット合わせたりとかニット合わせてもいいし、あとは逆にねロンティの上にこれを着用して、この上に大きめのカーディガンとかニットなんかのアイテム合わせてあげてもねかっこいいですので、まあすごく使いやすいシンプルなアイテムになってるかと思います。はい、で後ほどねちょっとコーディネートもやるんで、その時に中に T シャツとかいろいろ合わせてみたいと思いますね。次ちょっとパンツ履いてみたいと思います。
はい、パンツも合わせてみました。こんな感じ、上下で着るとね、もうザ・パジャマだと思います。これで外出るのは結構勇気がいると思うんですけど、まあ合わせ方次第なのかなと思います。チェックのセットアップみたいな感覚でね、下にブーツとかあとハットとか合わせてあげれば、まあ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 着用できないこともないかなって思うんですけども、まあ僕は多分セットでは着用しないかなと。それかこの上にレザーのジャケットとか羽織って、ハットブーツとかかな、あとニットとかちょっとワイド気味のね、オーバー気味のねカーディガンなんか合わせてあげてもかっこいいと思うんですけど、まあこんな感じですね。まあパンツ単体だけにするとこんな感じ、まあ、これだったら全然いけますよね。まあ、チェックのパンツ僕も好きなので、去年作ってねすごく愛用しててね、あと視聴者さんとか購入してくれた方もね、チェックのパンツ初めてだったんですけどめちゃくちゃ使いやすかったですってお声なんかもいただけたので、個人的にはすごく嬉しかったですね。このセットアップでね着用するならこうで一個やってみようか。こうしまして、ちょっと待って、はい、まあこんくらいが限界じゃないでしょうかね。カーディガンでほぼ隠れてるしみたいな感じにはなると思うんですけども、まあ革靴系のアイテム合わせて、上にこういう風なオーバーサイズのカーディガンか、あとはレザーのブルゾンとかそんなの合わせて、ハットとかメガネでごまかしていくと思います。まあバランス調整がね、やっぱこのチェックのセットアップってところでね、かなりアクセント引っ張られるので、他の部分でね締めてあげる、もしくは古着に寄せるとか、そんな感じにしないとちょっと難しいと思いますけど、まあまあまあかっこいいですね。ちょっとパンツだけね画角変えてちょっとまたお伝えしたいと思います。はい、パンツだけだとこんな感じですね。今スリッパの状態なんでちょっと分かりづらいと思うんですけども、ウエストビタで入ってこんくらいですね。でいつも通り腰くらいで履くとこれくらいのゆったりさになるんです。それでもねしっかりとシルエットすごく綺麗だと思います。細かいディティールだとこういったところにねパイピング、あと裾も折り返しの仕様になってて、そこにねパイピングが乗ってたりとかするので、まあ、パジャマパンツらしさっていうところ、こういったところで眠さを足しております。これにちょっとブーツとか合わせてみますね。はい、こんな感じ、エンジニアブーツを今合わせてみたんですけど、いかがでしょうか。裾だったり膝周りがね結構ゆったりと作られているので、こうかぶさった時にもすごく綺麗なんですよ。なんで結構ゴツめのブーツだったりとか、シャフトが太いブーツなんか合わせてあげてもいいですし、あとは編み上げのブーツとかね革靴なんか合わせてあげてもかっこいいと思うので、まあ、お好みでねそこら辺はチョイスしてみてください。まあ、変に色を入れちゃうよりも黒とかねベージュとかブラウンとかそういったものの方がいいと思うので、ブーツを選ぶ際にはねそういったものにしてみてください。ただやっぱりスニーカー、コンバースだったりとかねとても相性がいいですので、まあ、そんな感じでね足元これも春先だったりとかまで全然使えるようなデザインだと思いますので、まあ、どっちかって言ったら夏もいけなかないか、まあオールシーズン使っていただけるようなそんなパンツだと思います。はい、っていう感じで、まあ、こんな感じでね引き目で見るとね割と使いやすいパンツだと思うので、まあ、チェックパンツとかねほとんど履いたことない人多いと思うので、まあ、そんな人もねチャレンジしやすいようなそんなデザインとシルエットになってるかと思います。っていう感じで、ね、さっきのチェックシャツとこのチェックパンツを使ってねコーディネートをちょっと作ってみたいと思います。まあ、全部で3つ、まあ、パンツは使って1回くらいかな、すごくシンプルに合わせるだけなので、シャツをねインナーで使ったりとか、まあ、1枚で着用したりとかいろいろあると思うんで、まあ、全体のバランス的にねシャツの方がねどんな感じかなって分かんない人もいると思いますので、ちょっと2個1個みたいな感じでちょっとコーディネート組んでみたいと思います。ではどうぞ。はい、っていう感じでコーディネート3つやってみたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ軽くね僕が作ったやつなんであんまり解説もなかなかやりたくないんで言っていくと、パンツに関してはねもうワークパンツだったりとかみたいな感じの使い方をしてあげるととても使いやすいと思います。ただ柄とか色とかあまり使いすぎずにモノトーンとかアースカラーと使ってあげるとねとても使いやすいと思います。ウエストもねイージー仕様になってますし、ちょっとサイズが大きすぎたとしてもね締め上げることもできますし、こうダボッと履いた時のねシルエットもとても綺麗に出るアイテムだと思うので、ぜひねブーツだったりとか、あとゴツめのス
ニーカーっていうよりもね、ローテクのベコベコのスニーカーとかそういったものとかの方が相性いいかなっていうふうに思います。シャツこちらに関しましてはもう普通にねオーバーサイジングのシャツみたいな感覚で使ってあげるのも良しですし、インナーでねちょっとデカめのカーディガンとか、あとレザーのブルゾンとかコートなんかにもねとても調子いいと思いますので、まあ様々なレイヤードを楽しめる、春とか秋はね中にこうタンクトップだったりとかラウンドになってる裾のねアイテムのものとか挟んであげてもかっこいいですし、すごくベーシックに使えるようなアイテムだと思うので、よかったらねいろいろ楽しんでみてくださいっていう感じで、今回はこちらのキネマの新作のアイテムをご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。こうチェックなんでね、上下セットだと少しパジャマ感はねかなり出るんですけども、個人的には別々で着用して外着としては楽しむっていうのが一番いいかなと。部屋着としてねパジャマとして楽しむんであれば上下セットで着用するととっても眠たさが出ますので、ちょっとシルエットとかね生地感もねしっかりとしてるアイテムなので、おしゃれを部屋の中で楽しむってこともできると思いますので、よかったら見てみてください。で最後にまた念のためにねこう受注期間をお伝えしていくんですけども、受注期間は本日の動画公開から11月27日の日曜日の24時までになりますのでご注意ください。その前にもね生産可能上限数いってしまうと締め切りの可能性もありますので、早めにね終わっちゃう可能性もありますので、そちらだけねご了承いただければというふうに思いますっていう感じで、今回の動画が良かった、参考になったと思いました、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。